ご視聴ありがとうございます、リラクヤの花澤です。今日はリクエストがありました手のツボ反射区をご紹介します。わかりやすいようにちょっと紙に大きく書いてきました。後でこれ見ながら、改めて押していったり説明したりするんですけれども、最初に、どんなツボがあるかを、ご説明していきますね。上の方から、小指からやっていきますね。手の甲、これ左手の手の甲と手のひらとなってますけど、両手にあります。でこちらから、この小指の爪の生え際外側が小卓ですね。内臓の強化になります。でこちらが小小ですね。これ血液の循環を良くします。でこちら肝小ですね。これも血液循環を良くします。薬指ですね。で中指の人差し指側、これ中小と言います。こちらは血流を良くしてイライラを収めます。でこちらは小陽ですね。こちらは、口内炎とか吐き気とか下痢にも効く、胃腸や代謝を良くする、胃腸の働きや代謝を良くするツボになります。そして、親指の人差し指側、小小ですね。内臓全般に、を整える働きを持つツボです。そして有名なツボですね、合谷、親指と人差し指の間にあるツボ、です。こちらは万能ツボですね。そして手の甲の手首にあるツボですね、腰骨、こちらは手のひら側にある同じ、小指寄りにあるツボ、神門と同時に押すことで脳の疲れを取ります。そして真ん中腰痴ですね。こちらはスタミナ不足の時に、押すツボになります。でこちらはですね、腰経です。胃腸ですとか糖の代謝を良くしますので、また血行促進します。なので胃腸の働きが悪い時とか血糖値が高い時に押すツボになります。では次、手のひら側のツボを解説します。すべての指の先端、一番上にありますこの、両方の手にありますので10本ありますので、それで十線という名前になります。のぼせやほてりを抑えるツボになりますね。そして、同時にこちらもですね、弛緩結というんですけれども、小指と薬指の間、薬指と中指の間、中指と人差し指の間、人差し指と親指の間、この全ての間のところがツボになります。こちらも、頭の方に行ってしまっている血液を下に下げる、末端の方に行かせるという働きがあるツボになります。そして人差し指から行っていきますね。この人差し指の第一関節の中央に大腸というツボがあります。ここを毎日強く揉むことで丈夫な胃腸を作るという働きがあります。そして、中指の第一関節の中央に心血というツボがあります。血の巡りを良くします。そして、小指側の真ん中、第一関節真ん中に夜尿点というツボがあります。これは、子どものお漏らし、夜の、おねしょですねにもいいんですけれども、頻尿などですね、大人の排尿トラブルの時にも効果があるとされるツボです。はい、で次にここ行きますね。次はですね、この小指の膨らみ、小指の下の側面、膨らみの部分ですね。この一体の部分が小子宮という反射区になります。血行とか精力の増進にいいとされるところですね。血行促進や精力増強に、効果のある反射区ということになっています。そしてその下、手首の小指寄りのところ、神門というツボですね。これは精神安定あるいは血行促進に効果があるとされています。そしてこの中央、横じわ中央、手首のところですね、大量というツボになります。これはホルモンを、ホルモン分泌を促進して、
ホルモン関係の不調を安定させる、整える働きがあります。そして体炎ですね、これは喉や呼吸の症状に効きます。呼吸器を安定させたり喉の不調を和らげるという働きがあります。ではこの全部上記のツボですね、ツボや反射区を実際に、押してみます。はい、で、この指先は結構ツボが小さいので、こういった、箸の先ですとかちょっと先の細いものを使って押していきますね。ここですね、生え際大丈夫ですか？はい、はい、ここ少々ですね。内臓全般に効くツボがここになります。の押し加減としては痛気持ちいいぐらいにするのを原則でやっていってください。そして人差し指の方ですね、小腰ですね、胃腸の働きを整えたり代謝を良くして口内炎や吐き気下痢にも効果があるツボです。ちょっと痛かったですか？大丈夫ですか？はい、はい、次ですね、ここ中小ですね、血流やイライラに効きますね。こちらです、血流の促進、イライラを収める。はい、ね、こっち側ですね、この小指寄りの方ですね、肝症というツボがありますね。血流の循環を良くします。血液を循環させます。そしてこちら側、小指側の方の、外側が小卓ですね。内臓ですとか消化に、関わりますね。内臓の強化、それからこちらがですね、小腸ですね、血液循環を促します。で、このこういったこう爪際のところはですね、こうやって指で挟む、これいわゆる爪もみですけれども、前にもご紹介したことありますけれども、こういう形で、刺激してもいいですね。こうやってこういう形で押しますね。これは10秒ぐらいをめどに 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 って感じで、全部の指を行います。はい、そして、手首ですね、手首のこの横じわの外側のところですね、ここはこういうふうに、こっち側が神門で、これですね、小指側の下の手のひら側、これが神門で、で押し方を言いますね。の陽国と神門を、こちら側が神門、こちら側が陽国です。で挟むようにして、押しますね。同時に押すことで脳の疲れを取ります。ボケたくないというような方にも、ここ手首ですね、全部そうなんですけど、この手首一体にあるツボがですね、どれもこの脳を活性化する働きがありますので、陽国と神門の同時押し、そして、太陵と陽地の同時押し、それからこちらの太炎と陽系を挟む形で、それぞれにこういう感じで表側、裏側、手のひら側と手の甲側を同時に挟んで刺激してください。そうすることで、脳の疲れを取ります。またですね、それぞれに、役割がありまして、こちらの陽地であればスタミナをつける、そしてこちらですね、陽系であれば、胃腸の働きですとか、糖の代謝を助けたり血行促進に促す、血行促進を促す働きがあります。そして、こちら側ですね、胆炎は喉や呼吸を、喉の調子や呼吸器系の症状を良くする、そして、大量はホルモンを安定させる、
そして心門は精神の安定させたり血行を良くしたりする働きがあります。ですね、合谷ですね。合谷は今までにも何度も出てきているところですけれども、親指と人差し指のこの骨際ですね、うん、一番くぼんでる骨がぶつかるところですね。そこを力入れないでください、はい、挟むようにして押しますね。合谷は万能ツボでですね、いろんな痛みを緩和したりだとか、さまざまな不快症状を良くする働きがありますので、とりあえずツボがわからない、手のツボを押したいという時は合谷を押すようにしてください。じゃあ次10銭を押しますね、各指の指先頂点の部分ですね、この部分を刺激しますね。ちょっとこう爪の先とか細い部分でグッと、垂直圧しますね。この10銭は、10本の指すべてにあるので10銭と覚えやすいですね。指先を押してください。箸とかあと爪楊枝の頭ですね、そういうものでこうトン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 とかするような感じで刺激してもいいです。この10銭はのぼせやほてりを、沈める抑える働きがあります。で、歯間欠っていうんですけれども、このすべての指の間ですねも のぼせやほてりに効きますので、ここはこの指の間がツボになっていますので、間に指を入れたり、なんかちょっと細いものでこう間をこう押さえる刺すみたいにして刺激してください。こういう形ですね。そして小指の第1関節の真ん中は腎結になります。腎結の腎は腎臓の腎です。東洋医学では腎臓っていうのが老化現象と非常に関わっているとされていまして、腎の気が衰えることによって老化すると考えられておりまして、この腎結というツボを刺激することでですね、ホルモン分泌を促したり、シミや抜け毛、枝毛という肌とかに現れる、老化症状ですよね、そういったものをこうアンチエイジング効果があるとされています。抑えるということですね。そしてこの小指側 のふっくらとした部分ですね、この一帯のゾーンですね、ここは小子宮というゾーンで血行を促進したり精力を増強させる働きがありますので、精力が減退しているなとか冷えがあるなという方はこの小指側の膨らみ部分を揉むようにしてください。はい、そしてこの手の真ん中ですね、ちょうど真ん中のツボが主心という、手心と書きますけれども、ここは、自律神経を整えたり内臓の働きを良、くする効果があります。でちょっと指を折り曲げた時に、でちょうどこの中指と薬指の間に来るところ、ここですよね。はい。で、手を離していただいていいです。で、ほぼ真ん中なんですけれども、ここが、老朽、ちょっとやや薬指寄りですかね。真ん中より少し小指寄りの方ですね。ここが老朽というツボになっていまして、これは、疲れを取るツボですね。痛いですか？はい。はい、ここも万能ツボの一つで、いろいろストレスから来る不調だったりとか、
疲れが出てるなという時にですね、押すことで、元気を出すと言われています。そしてこの真ん中のゾーン一帯ですね、ここが心包区というゾーンになりますね。これ心包区、これは気持ちを落ち着ける、ストレスがあるなとかいう時、緊張するなという時に、ここを押し揉むことでストレスとか緊張を和らげる働きがあります。気持ちをリラックスさせる、よくまあなんかここにのの字を書くとか言われますけれども、まあそれはこの心包区を刺激するということなんですね。はいですね、ここ、生命線に沿ってある反射区ですね。胃、脾、大腸区、胃と脾臓と大腸の、まあ、反射区ということになっていますね。消化器の働きを良くします。この辺一帯をこうやって揉んでください。クリームなんかつけるんであればこういう感じで、流すような感じで、刺激してもいいですね。ちょっと今はクリームつけてないのでちょっとこう揉む感じでやってます。では、ここですね、方眼です。ここです。ここは、消炎鎮痛作用のあるツボになります。どこか、喉が腫れてるですとか、頭が痛いとか、そういったこう炎症が起きているとか痛みが強いという時にここを押すことでそれらを鎮めることがあります。それからこちら側は眼点ですね。こちら側もこう挟んじゃう方がいいかもしれませんね。ツボっていうのは不調を整えるという働きがありますので、押しやすいように押して大丈夫です。でこちら側の眼点は目のトラブルに効きます。目のトラブル全般に効果を出しますので、疲れ目とか、まあ、目の、ちょっとしたトラブルがあった時はここを押すと、和らぐと思います。はい、次ですね、大腸という反射区ですね。ここをこう第一関節、人差し指の第一関節、人差し指の第一関節の真ん中、大腸という反射区ですね。ここを強く揉むと、強く毎日揉むようにしていると、丈夫な胃腸を、まあ、こう作ると言われますので、ちょっと強めにしっかり揉むようにしてください。胃腸が弱いなとか気になるなという方はツボになります。はい、で次ですね、中指の方の第一関節の真ん中、これは心血というツボがあります。血の巡りを良くします。心臓の心ですね、こちらがですかね。はい、これが心血ですね。真ん中を揉みます。小さなツボなので今指でやってますけれども、こうちょっと先の尖っ、先ほどのようにですね、先の尖ったものとかでこう刺激してもいいと思います。以前に手の反射区について、動画を撮った時に、こっちが頭でこっちが手でこっちが足でという説明をしたんですけれども、ちょっと分かりづらいっていうコメントをいただいたので、ちょっと絵に描いてきました。まあ、ここに顔があって、首があって、まあ、胸があって、お尻があって、ね、足があって、手があってという、まあ、両手両足を上げたような状態になっているということなわけですね。こういう、反射区は諸説ありますので、必ずしもこうではないんですけど、結構分かりやすい例としてこういう反射区もありますということですね。で、まあ、この後ろ側が、まあこんな、まあ、そのままで、こちら後頭部があって、後ろ姿の、まあ、背中があって、肩があって、足があって、お尻があってというふうに、まあ、手ですね、手、足、頭と、これ肩甲骨ここに書きましたけれども、まあ、背中側が、まあ、手の背面だということで、でそのこういったことが、まあ、分かっていると、まあ、子宮だったりとか、お尻の方だったりとかの不調に関しては手の下の方を揉む。で、まあ、足のことだったらこの小指側、親指側、ね、手のことだったら手や腕に関しては
薬指、人差し指、ね、お顔ですとか首の方に関して、喉ですとかに関しては、まあ、中指で、それで、まあ、この上の方が胸になっていきますので、でもこちらがお腹側、これこちら下腹部という形になりますので、ちょっと胃の方がとか心臓がとかっていうのは、まあ、それに対応する部分を、揉んでいただくといいということになりますね。まあ、正面向いてる感じになりますので、こちら側が心臓ですね。こちら側が肝臓という感じで、まあ、大まかになので、全体的にこうちょっとさするとかで、やっていただいていいと思うんですけれども、まあ、このようになっているというふうに、思うと、まあ、見当をつけやすいですよね。で、背中側に関して、まあ、腰が痛いなとかであれば、こういうちょっと、手の甲の下の方ですね、手首寄りのところを、まあまあ、こちらが骨盤とかいうことになりますので、うん、骨盤や背中の下の方を腰と思っていただくという形になりますね。はい、以上が手のツボ反射区の解説になります。ありがとうございました。